はい、テーマその1、マーケットプロファイルから見る直近性。直近性というのは何かと申しますと、相場というのはやはり直近を意識しますということですね。例えば寄りついて、今の価格が前の日より50円高いとか50円安いとか、そういう言い方はしますよね。ですからやはり前の日のその値動きというものに非常に皆さんナーバスになっている、意識している、まずそれを前提にお話を聞いていただきたいということですね。もう少しそれでは積み重なった直近の数日間の値動きの特徴というのはどうなのか、これを踏まえてやると非常に戦略的に立てやすいということですよね。この価格は最近意識されているとかね、この価格でとどまることが多い、どの価格に優位性があるかということを大まかに把握するためにじゃあどうするのかということですよね。それは直近の持つ、ごめんなさい、相場の持つ直近性を、まあ、一目で分かるようにする、まあ、一目で分かるというかね、それを、まあ、視覚的に分かるようにするということですね。まあ、そのためのものがマーケットプロファイルということですね。私何度か他のところで講義もさせていただきましたけども、まあ、何回か、来ていらっしゃる方はもう大体この話はもういいよヒルトンっていうふうにおっしゃるかもしれませんけど、まあ、これ非常に大事なことなので今から私がどういうふうにそれを作って使っているかということをご説明します。要はこの中でこの日にどのような価格をつけてどこの価格が意識されたかというのをこの相場、まあ、1月6日の日中が終わったときに復習をするわけです。復習ですね。復習でこれ単純にチャートを眺めてもまあこの日だったら下落していって最後にちょっと戻して終わったんだなってことで終わっちゃうんですが、うん、これがどういうふうに値付けをしてたかということを、やるわけですよ。じゃ次いきます。まあ、直近性を意識できるポイントを明確にする作業、まあ、作業ですね。ここからこの作業をするわけですよね。今の時点でも大方、前の日の値付けに関しては、終わった、どういうことをどういう形で、その価格をつけていってどこの価格が一番意識されていたかということがある程度お分かりになったと思います。でここで今度はモードというものを決めます。まあ、モードというのはその日に一番多く到達した価格というのをモードというふうに定義します。で、複数ある場合は終値、もしくは終値に近い方をモードに選択します。これいろんな考え方あると思うんですけど、私はこういうふうにやってますので、私のやり方はこうだということで聞いてください。で一番多く到達した価格というのは一番意識された価格だというふうにまずここで定義づけます。マーケットプロファイルのまとめ、日々の値付け分布を把握することで、次の日のトレードの中でその直近性を生かした戦術イメージを作ることがしやすくなる、ね、相場は直近に寄せられると動きは止まりやすく、反対に動きが出た時の方が動きは軽くなる。それはそうですよね、うん、それは分かると思います。戦術的には反対方向への動きが出るところを追いかけていきたいところだが、トレンドレスの相場では累積の多い価格に寄りやすい傾向がある。これ今日帰ったらですね、これを今まで作業としてやったことがない方はね、これを今後使う使わない別にして一度、8日間分自分で出してみてくださいね。そうすると、ちょっとね俯瞰的に、チャートが見れるかなと。まあ、俯瞰的っていうのはねちょっと離れてこう上の方から見るというようなイメージで、ね、俯瞰ですからね。じゃあ次行きましょう。はい、5分足のボリンジャーバンドから見る戦略。ボリンジャーバンドとは、まあ、簡単に言うと、まあ、任意の移動平均線を中心として、上下1本から3本のラインからなるバンドを形成、上下のラインはそれぞれが対になり中心線からの距離は同じになる。これは分かりですよね。ボリンジャーバンドは大体の方はもうご存知だと思います。でこのラインは、まあ、偏差値の計算と同様の方法で求められているわけなんですが、まあ、どういう計算方法か、ごめんなさい、私は分かりません。2本のラインを表示させた場合、内側のライン、まあ、プラスマイナス1シグマ内に価格がとどまる確率は 68.3% で、外側のラインの場合は 95.5% なんて言われてますね。で今年の1月31日の5分足チャート、ナイトセッションを含む、
寄り付きからボリンジャーバンドが、プラス2シグマの外に飛び出し、まあ、要するにここへ飛び出しちゃってるんですね、もうね、寄り付きでね、タッチしたまま上昇に入った、バンドは上昇したロウソク足に沿うように上にこう膨らんでてますね。で高値8440にタッチした後、ロウソク足はバンドの中に入り込んだ。その後は、まあ、横横になりました。でその間ボリンジャーバンドのマイナス2シグマの方は、まあ、これどん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 時間が経過に伴って上に寄せてきましたよね。その後は長きにわたって横、あ、ごめんなさい、どんどんどん寄せていって、上昇してきたと。で12時30分現在ではまだロウソク足はマイナス2シグマにはタッチしてない、タッチしてないですね、この時点でね。上はタッチしてますけど下はタッチしてない。これはナイトセッションを含む足ではこうでしたということです。いいですね。じゃあ次行きましょう。はい、次はこれナイトセッションを含まないチャートですね。まあ、テーブルでね、出来高の少ないトレンドラスの相場ではタッチで待つよりもタッチしていないボリンジャーバンドに向かうという前提で見た方がいいですよと。利食いに結びつきやすいですよと。でボリンジャーバンドにタッチした際はそこに一旦止まりやすいという傾向はあるものの、そこでの横横の貼り付けになることも少なくないです。これは先ほどのマーケットプロファイルと同じですよね。止まりはするんだけどそこから反発がなかなかしないと、しにくいということです。狙ってタッチしてないボリンジャーバンドにタッチに行くような狙い方をするのが私としては部がいいトレードになるんじゃないかというふうに考えているわけです。わかりですね。まあ、家に帰ってゆっくりこれを見てください。次ですね、ポイントの複合的な捉え方。意識される価格をポイントとするときにそのポイントを単独で重要視するっていうのはそれは危険です。まあ、危険ですが偶然勝てることもあるんですよ。あるっていうか結構勝っちゃったりすることもあるんですね。でも、最初にちょっとお話しましたけどロスカットもね、自分の納得するところでロスカットしないと先に進めないよっていうのあったと思うんですけど、これはロスカットだけじゃなくて、うん、仕掛けに関してもそうなんですよ。全てね、やっぱり自分がここでやって負けたらしょうがないなっていうところでやらないとやっぱりなかなか後が続かないので、ポイントで、売買する場合っていうのは必ず複合的に、考える必要があるということですね。例えば